はい、こんにちは、ルーチューブの時間です。あれですね、ニュースが飛び込んでまいりました。そうだね、なんかでも一時ほどじゃないね、カネロ人気も。カネロ VS チャーロ、4団体統一王者対4団体統一王者ってことで、まあ本当だったらだよ、もっと盛り上がってもういいカードだけど、叱るべきね。ちょっとさ、この階級の壁ってあるじゃん。はい。で、まあ、自分は軽量級だったからスーパーフライ級、デビューがスーパーフライ級 52.1 で、次上げてバンタム 53.5 で、最後現役の最後スーパーバンタム 55.3 ってことは、まあ俺は現役15、6年でまあ3キロぐらいを十何年かけて上げてきたっていうことなんだけど、軽量級だと1階級の幅がまあ 1.5、 もう2キロないのよ。で、重量級になると結構3キロとか空くじゃん。はいはいはい。だからまあ軽量級で言ったら2階級分なのよ。で、チャーロがスーパーウェルター級の4団体統一チャンピオンで、いや、まあ強いよ、めちゃくちゃ強い、身長も高いしね。で、カネロがスーパーミドルの4団体統一チャンピオン、この差って、まあ、ミドルは間にあってさ、まあ、飛び級じゃない、はいはい、スーパーウェルターが 69.8 か9ぐらいだよ、はいはいはい、70ないぐらい、で、スーパーミドルが 76.2、6キロ、6キロちょいですね、半端じゃないと思うよ。ここでしょ、あの話をしのは。そうね、もうさ、今からもうちょっとあるじゃん、期間が、はいはい、もっと寸前になったらさ、チャールはこういう選手だから相性がどうだ、カネラはこうだから相性はどうだっていう話はまあすると思うんだけど、まあ、6代からちょっと急遽これ話して取りましょう明日って言って、体重のことに関してちょっとどうですかって、まあ正常にやったらきついっていうか、1年じゃ埋まらない差だと思う、6キロって。記憶の中で唯一あるとしたらアミールカーン対カネロですよね。上げたよね、上げたやつ、まあすごい倒れ方したよね、あとあれもあった、ケルブルック対ゴロフキン、あとあれもあったじゃん、エロール・スペンスとマイキー・ガルシア、あれだってマイキーなんてもう無敵だったじゃん、はい、マジ無敵だったじゃん、全然だったじゃん、もう回を追うごとに、ただ単にもうボクシングスキルが劣ってるとか、まあ、そういうのもあるんだろうけど、スピードがないとかさ、パワーとかじゃないじゃん、もう後半に行けば行くほどスペンスがさ、体で押しつぶすじゃないけど、こうフィジカルの差と体格の差をでも勝ってる。でもそりゃそうだよね、だってボクシングってそういう競技だもん、でかい方が強いってまあ一概には言えないけど、で、それが後半になればなるほど出てくるじゃない、やっぱり、いやだからチャーロがもう日本が誇る井上尚弥選手がこうスーパーバンタム級に行ってどうかっていう話をいろいろされてるじゃない、バンタムからスーパーバンタム 1.8 キロ、3倍だよ、まあしかもなんかどちらかというと別にスーパーウェルター級の選手の方が例えば評価高かったら、まあ、まだ見れるじゃないですか。でもやっぱさ、こう思うとさ、カネロもさ YouTube でずっと取り上げてきてさ、カネロもやっぱ評価落ちてんのかね、評価っていうか人気、やっぱりあそこで1敗したっていうのがこう商品価値に響いてんのかね。一時はもう階級上げても漫画でしょ、ちょっと勝てないでしょ、こんなでかいやつにっていうのも平気で勝って倒したりしてたんだよ、はいはい、あそこでいっぱいポツって負けたらさ、まあ、内容、まあ、でも俺はカネロのボクシング好きだから、あのディフェンスとか、はいはいはい、勝負論としてちょっと冷めちゃうみたいなもんですか。どうやっぱり勝負論ない、今回カネロとやるスーパーウェルターの方のチャーロは、まあ、いっぱいしてんだよ、はいはい、いっぱいしてんだけど、でどうすんだろうね、カネラはもうガード固めて潰すじゃない、でもチャールの方がでかいのよ、まあ、上背はね、はいはい、でもどうなんだろう、6キロ、そのカネロが今めちゃくちゃスーパーミドルに対して10キロぐらい減量してスーパーミドルがもういっぱいいっぱいっていうカネロなのか、稼げるからそこにいるのか、まあ、別にミドルも、まあ、ちょっと無理すればスーパーウェルターまでいけるよ、まあ、ないと思うけど、ぐらいのこうコンディションというか、まあ、確かにね、ちょっと無理やり上げてるから、なんかっていう感あるよね、ベスト階級がどっかはちょっと分かんないですよね、よくね。っていうのはあるんだけど、チャーロは、まあ、きついと思うんだ、で180超えだから、だけど、きついといえど、スーパーウェルター
まで落としてるじゃん、うん、落ちる、落としてるってこと、落ちるわけじゃん、うん、本当にきつい選手も落ちないから、うん、そうなってくるとこう1年試合してない、まあ1年どのタイミングでカネロから話が来たのか分かんない、もう去年の5月からしてないから、うんうん、4団体統一戦をしてその前ぐらいからさ、じゃあこれカスティアーノ、うん、まああの選手1回引き分けて次ダイレクトリーマッチして KO した4団体統一で、ちょっとその前からかとか後からか分かんないけど、もう1年体作って次カネロとやるぞっていう話をもう聞いてたのか、まあそう考えると2階級ほどの差があるのかって言ったらよく分かんないですよね。確かに1年みっちり体を作るっていう期間だったのか、じゃあ2点3点してスーパーウェルターじゃなくてミドルでやるって言ってたのを、こういい話がないで試合がれしちゃうからって言ってカネロからパッつって3、4ヶ月前に来たのか、そこもやっぱ大きな判断基準にはなると思うけど、はいはいはい、普通にトレーニングして飯食ってで今までもやってるわけじゃんチャールは、うんうん、十何年もそれを、じゃあフィジカルをちょっと多くするとか体を大きくする練習をするっていうのを1年で6キロこうスケールアップするっていうのは普通に考えたら難しいと思う俺、まあ、ミドルだったらでもあんま違和感ないですよね。うん、ないと思う。ミドルの方がもしかしたらパフォーマンスはいいのかもしれない、うん、でも筋書き見えない。チャーローやってスーパーウェルター級のチャーローをやってカネロ勝って次ミドル級のチャーローとやる筋書き見えない。なんかまあないかな、 ありっすよねそれは、うん、なんか、うん、あるような気が俺はする、うん、カネロは受けるじゃん、まあ避けるけど、うん、華麗に避けるけど基本はもうブロッキングするじゃん、硬、うん、いじゃんブロックが、うん、あんなミドル級、スーパーミドル級の強打者のパンチをがっちりガッツンだから、もうチャールのパンチはそれこそ何とも思わないんじゃない、うん、まあ、ただ本当チャールはもう12ラウンドやるスタミナと耐久力があるのかっていうカネロ相手にそこだと思うよ、まあ、もうちょっと近くなったらちょっとねお互い分析してもっと動画を出したいと思いますけど、うん、今日はまあ体重についてスポットを当てた話だと非常に難しいっていうかもう信じられないような対戦だと思う。はい、はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。